どうもヌヌです。リセガイア 2PC 続きをやっていきたいと思います。あれからですね、結構レベル上げをしまして、まあ、こんな感じでレベル上げをしました。まあ、まだまだ弱いキャラクターもいるんだけど、まあとりあえずって感じですね。まあ、連部解放したりとか、あとは裏世界解放したりとかしました。で、今回は解散されし町から行きましょう。ねえ花子、あの偽物のゼノン変じゃなかった？変？どの辺が？だって姫様のこと知ってたみたいだし、本当のパパみたいに話してたじゃないか。そうね、ロザリンが父上って言っても違うよって言わなかったもんね。そうなんでござるよな。拙者も幼き頃の記憶で定かではないものの、なんとなく見覚えがあったのでござる。だからあれが魔王ゼノンだと確信したのに偽物でござったとは。いや、しかしはやつは我が雪一族のことを知っているようでござったし、混乱してきたでござる。プシュー。僕もあれがゼノン様だと思いましたよ。もちろん会ったことは一度もないですけど、あの仮面の人たちも偽物をゼノン様って呼んでたから、すっかり本物だと。あー、僕の頭もこんがらがってきました。プシュー。あれは本物なんじゃないかい？ダメージ拡散がついてるか。なるほどね。投げ飛ばしてっちゃった方がいいかな。質が高いやつ1キャラいるから、これを持ち上げて天に置いちゃって、拡散してるね。これ上のやつ死んだね。高いんだか。コンビ砲。で、上消えたね。
ゼノン様、ご復活をお喜び申し上げます。おのれ、魔人エトナの力を見くびっておった。魔王級の実力を持ちながら魔人を名乗るとは、我を油断させるための罠であったが。ゼノン様、そろそろこの辺りが潮時では。何、何を申しておるか貴様。なるほど、我が力を失ったことで封印が弱まってしまったようだ。ならば今一度我が封印の支配を受けるがよいわ。余計な手間をかけさせおって。貴様らは姫の行方を追え。姫を取り戻しさえすれば恐れるものはない。御意。魔王ゼノン様の仰せのままに。まあ、これで、あの仮面の男と仮面の女の正体がアデルの両親だっていうことに近づいてるんじゃないのかなと思うんだけど。ここにいたのか、魔人エトナ。あら、あんたたちどうしたの？ちょっと頼みがあるんだが、お前の爪を分けてくれねえか。は？何それ、あんたマニアックな趣味でもあるの？そんなんじゃねえよ。事情があって魔人の爪が必要なだけだ。事情？うむ、それはじゃな。わ、アデル。し、俺たちの目的はゼノン召喚だ。奴に知れたらどうなると思う？そうじゃった、あやつの狙いは父上をぶっ殺して自らが魔王になることじゃからの。何コソコソやってんだよ。もうイチャつくならよそでやってくんない？無礼者、世に触れるでない。何すんだよ。あんたたちさ、どうしても私の爪が欲しいの？そうだ、くれるのか？じゃあこうしない？ここにいるプリニーたちと戦ってあんたたちが勝ったらあげる。なんじゃ、それだけで譲ってくれるのか？意外にも親切じゃな、お主。でも油断しない方がいいよ。負けたら私にぶっ殺されるから、プリニーたちも必死だし。そんな新ルールが俺たちの知らないところで。いつものことでしょ。頑張りな。さあ、敵強化 50% に増殖がついてるか。
上にいるやつらが増殖要因ってことね。とりあえず移動の高いやつでも届かないか。とりあえず発射台になってもらって。あ、死んじゃった。開けてろ。無理。届かねえ。お、増えた増えた。降りてきてくんないか。やべえのが増殖しちゃったぞ。ちょっとこの位置からだとこれで倒しちゃって降りた方がいいな。で、これを使って、盗めないか。これ盗めればな、大きいんだけどな。これ増殖しちゃってない？やばいな。で、増殖を消しつつ、プリニーは勝負。いやー、やばいぞこれ。
また増えてる。これはまずいぞ。こいつはまあ意識を盗むで寝かせておいて、あ、届かないのかよ。これで様子見るしかないな。で意識を盗む。こっちはこれで倒せると思うから倒す。こっちは健康を盗むしといて。よし。予想外のことになっちゃったけど、これでアイテム盗めないかな。年齢は盗めるな。じゃあ盗めないのか。じゃあ年齢だけ盗んで。あれ？でも確か百裂剣じゃなくて。ここが急に。で、意識を。負けちゃった。俺
俺たちの運命や怒り、ずやっぱりぶっ殺されるんすか。はい、これ魔人の爪よ。魔人の爪ゲット。本当にいいのか。だって約束じゃん。そうだよな、約束だもんな。じゃあ遠慮なくもらっていくぞ。お前結構いいやつだな。どうしたんすか、エトナ様。あいつら騙されて偽物持ってたのよ。え、あれは私の爪じゃなくて、この間魔界テレフォンショッピングで通販した小悪魔の付け爪よ。なんでそんなことを。だってさ、私だって魔王ゼノンの偽物を掴まされたわけだし、誰か同じような目に遭ってもらわないとなんか嫌じゃん、損ないじゃん。けど、あいつらも見事に騙されたわね。お前、結構いいやつだな。だってさ、それじゃあ、俺たち戦う必要あったんすか。ないよ、ただその方が盛り上がるかと思って。いつかグレてやるっす。売れたところでね、準備は整ったわ。世界で一番強いやつを召喚するわよ。ワクワク、誰が出てくるかな。魔王ゼノンに決まってるじゃん。そのための魔人の爪でしょ。拙者武者震いしてきたでござるよ。僕はトイレ行きたくなってきました。っていうか、すでにちびりつつあります。イモリの生焼き、ガマの油、キノコ汁に魔人の爪。うん、これで全部揃ったわね。いい？じゃあ始めるわよ。いよいよ本物の魔王ゼノンのお出ましか。父上。闇と大地の精霊の契約に基づき、アデルの名において世界で一番強いやつを召喚する。なんでエトナが。あらやら、また失敗。あー、やあみんな、ニュースの時間だよ。伝説の魔王ゼノンが倒されたことを知った宇宙各地の魔王たちが動き始めたよ。魔王ゼノンを倒したエトナをさらに倒して魂王神の称号を得ようという魂胆らしいね。これでベルダインは大混乱に陥るだろう。もはや滅びるのも時間の問題さ。さあ次のニュースに行くよ。今日の特集は華麗なる復活を遂げた僕の一日に密着さ。せっかくアンちゃんが生きて帰ってきてくれたのに、こんなのアンちゃんじゃないや。あんたたちさ、いきなり人を召喚しといて用はないってどういうことよ。悪い、人違いみたいだ。あんたおちょくってんの。そんなつもりじゃねえって。
本当に悪気はなかったんだ。ったく、何を召喚する気だったか知らないけど、契約は済んだみたいだし、もう帰るわよ。一つ貸しだからね。いつかきっちり返してもらうから。偉いのに借りを作っちゃいましたね。召喚自体は成功したみたいなのに、なんでエトナのやつが出てきたんだ。世界一強いから。考えとうはないが、世界で一番強いのは父上ではなくエトナだということか。やはり魔王ゼノンと限定して召喚するしか方法はないのでござろうか。どうしたんだ、そんなに慌てて。私のレベルがとんでもなく下がったのよ。あんたたちの仕業でしょう、これ。はあ、そんなことした覚えはねえぞ。おかしいわね。材料はきちんと揃ってたんだから、そんな召喚事故が起きるはずないのに。ちょっとアデルちゃん、あんたたちが取ってきた魔人の爪って正真正銘の本物だったの？ああ、そうだと思うけど、この魔人エトナのやつだし。ぎっくり。え、嘘、あの魔人の爪は召喚の材料だったの？そうだ。もしやあれは偽物だったのか。これって私が偽物つかませたせい？もしかして自業自得ってやつ？そうですね。召喚事故でレベルが下がるなんて冗談じゃないわ。私は魔人なのよ。これは全部あんたたちのせいだからね。ちゃんと責任取ってもらうわよ。責任取れって言われても。私が魔王ゼノンを倒したことはテレビでも放送されたから、あれが偽物だって知らない魔王どもは私を狙ってくるはずよ。元のレベルだったら楽勝で蹴散らせるけど、こんなレベルじゃ魔王どもに殺されるわ。こうなったら私が元のレベルに戻るまであんたに取り付いて巻き込んでやるから、覚悟しなさいよ。取り憑かれた。マジかよ。父上を召喚するつもりがとんでもないことになってしまったな。第10話、忍者2人。というわけで第10話に入りました。エトナさんデータスがレベル1になってる。ステータス的には槍なんだよね。槍と銃と斧てか割と装備適性も低めの方だな。花子はこれだからね。エネールさんよりも低いのか。アデルとそんなに変わらない感じか。まあとりあえず槍かなんか装備させていくかな。槍か銃か斧か。この辺ちょっと揃えて行きましょうか。だから僕まあ本編とか他にもありそうだけど、あったあった。あったあったあった。
感情フィストはもうレベル的に低いやつだな。ランクか。うん。はい。というわけで今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。